今週のパーソナリティクイズ。推薦のごとく現れた超不定期突発コーナー、パーソナリティクイズのお時間です。ご挨拶が遅れました。こんばんは、ストーンズの田中樹です。ルールの方をご説明いたします。ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャルは、私田中樹と、そしてもう一人のメンバー、もう一人のメンバーが週替わりで登場するという番組。週替わりのメンバーは放送当日までわからないということで、それをリスナーに当ててもらおうじゃないかという、1年目の4月にやるようなことをこの番組は4年目の6月からやっております。このパーソナリティクイズ、特徴は毎週やるのではなく完全に不定期で突発的に行われるので、傾向や対策が全く取りづらい、攻略不可能なところが魅力の一つでございます。ということで、じゃあお相手の方、ヒントをいただいてもよろしいでしょうか。はいはい、ヒントが、日々笑顔。おお、これはストーンズのファン、まあ、あとリトルストーンをよく聞いてくださってる方とかわかるんじゃないでしょうか。とあるメンバーの口癖というか座右の銘みたいなものですね。これはちょっと誰かわかんなくなってきたんじゃ。お、何か喋るか。もちろん今日も日々笑顔。日々笑顔が止まりません。このメンバー日々笑顔が止まりませんね。もしかしたら日々笑顔というワードを聞いたことがない人は、ストーンズの中で比較的笑顔が多いメンバーなんかをこう想像したら、もしかしたらヒントになるんじゃないのかなと思うんですけども。ということで、さあリトルストーンの皆さん、今回は果たして誰なのか、回答を送ってください。受付メールアドレスは st@allnightnippon.com、 st@allnightnippon.com、 ストーンズの頭文字を取って ST となっています。それでは回答が届くまでこちらの曲をお聴きください。森本慎太郎で Love is。 はい、ということでメールの方が届いておりますので読んでいきたいと思います。ラジオネームコカラスマルさんからです。うるせえよ森本、早く出てこいタコが。笑っちゃってるよ。じゃあまだお前静かに。はい、ということでこの方は森本と予想されてるんでしょうかね。はい、じゃあ続いてラジオネームカップさんからです。森本マジで殴るぞ。この方も慎太郎なんじゃないかと思ってるみたいですね。はい、続いてラジオネームピグソンさんからです。あれ、森本さん聞いてませんでした？このコーナーは断捨離スペシャルの時に終了したんですよ。スペシャルウィークの時にこれ終了したんじゃないか。ただこれ森本慎太郎に投げかけてるんですかね、ピグソンさんは。続いてラジオネームチョッチュさんからです。すいません、本当にどうしたらこのコーナーをやめてもらえますか。強く言ってもノリに乗ってもどうしてもやめてくれず、悔しくて今泣いてます。リスナーの気持ちってこんなに無下にしていいものなんですか。この方はちょっと回答がもう迷っちゃったのかな。まあ誰かわかんなくなっちゃった。突発的に行われるクイズコーナーだからね、誰かっていう回答できなかったんでしょうかね。続いてラジオネームバーバラさんからです。どんな状況も大穴を狙う勝負師リスナーです。パーソナリティクイズわかりました。正解はボイスチェンジャーで声を変えてる田中樹。田中の一人芝居、これに今年いっぱいのバイト料金全ベットします。ちょっと大きな賭けに出過ぎな気がするけどな、これかなり。よ。何をやられてるんですかね、この方。あ、そうだぜ、いえ、田中です。あ、大丈夫ですか、この方。バイト料金全ベットしちゃってますけども。大丈夫そうですかね。続いてラジオネーム、ゆぎりさんからです。I am, わかった。ミスターシークレットパーソナリティ is Jesse. I can do it. この方、ジェシー。今回のこのシークレットパーソナリティは、ジェシーだと。そういう風に言っておりますね。Yes, you can do it! あ、これもしかして本当にジェシーなんじゃないでしょうか。こんなにネイティブな方、ジェシーしかいないですからね、うちのメンバー。続いてラジオネーム、ジャスティスさんからです。クイズの答え、わかり申した。キュルルンボイスでお耳がプルったもんで、間違いありまってーん。キョボメロタンでーす。ちょっと様子が変ですよ、あなた。あなた様子が変ですよ。何を言ってるんですか。毎回送って、なんか来てる？これ、毎回来るよね。キョボメロタンの回答毎回来るけども、
今日も変だよね、あの人の予想をする人って。なんか変な人ばっかりだけども、まあ、これだけ言ってきます。違いますよ。キョモメロタンじゃないです。違いますよ。なんか盛り上がっちゃってるみたいなんで先に言いますけども、キョモメロタンじゃないです。はい、ということでですね、じゃあ正解の発表の方いいでしょうか。ご準備もちろん。キルルン、ちょっとキョモメロタンの可能性が出てきた。おめでたちくりキルルン、これキョモメロタンの可能性が出てきた。なんか若干俺のマイクで慎太郎の声を拾っちゃってたような気がするんだけども今。気のせいですよね。キョモメロの可能性がありますからね。はい、ということでじゃあ正解こちらのメンバーでございます。発表お願いします。正解はちょっと待ってください。あ、ごめんなさいごめんなさい。あ、なんでもないですよ。そう、いや、だってこういうのってさ、正解はってこう言うじゃない。あ、言いますね。だいたいスタートは。ちょっと喋り方が。いや、だから、キルルー！あ、ですよねですよね。あーって、これ今日も今日もか？キョモメロタンキルルー！キョモメロタンの可能性が出てきましたということで、正解の発表をお願いいたします。正解は！ごめんね、やっぱごめん、止めていい？一緒にごめんごめん。なんだよ。正解はがもうお前なのよ。いやお前の声、だから俺のマイク拾っちゃって。違う、正解はで溜めるのやめてもらっていいですか？ありがとう。正解はでもお前だと思っちゃってるから。どうしたらいいんだよ。正解は何々ですみたいな。早めに欲しい。でも、まだわかんないよ。まあそうだね、確かに。まだ誰かわかんない。この声の俺、かわちい。あ、これだ。ちょっと予測不能になってきたんじゃないでしょうか、じゃあ。すみません、何度も止めて、あれでもじゃあ正解の発表の方、よろしくお願いいたします。はい。ちょっと一回ストップだ。ごめんなさい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 。今俺はすぐに入っていってしまった。正解はから欲しいです。せめて正解まで食べるのはもう100歩譲って許します。返事やめてください。ごめん地声でもう流れでいくわ。そっちの、せめてはいとかあるのはそっちの、ボイスチェンジャー用のマイクで。そうだよな、もうだって始まってもうちょっとで10分経ちそうなのにさ、タイトルコールしてねえよ俺ら。なのでじゃあもう正解の発表もうすぐ行くわ。はい、お願いいたします。はいはい。正解は、丸本慎太郎です。それでは今週も始めていきましょう。スターズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。改めましてこんばんは、ストーンズ田中樹です。森本慎太郎です。いや違う、俺今裏かぶりしてんのよ。なんか、そのさ、俺こんなことやってる場合じゃないのよ。あ、そうだろ。お前がそれやると俺しゃべ突っ込まざるを得なくなるじゃん。うん、俺今めちゃくちゃ裏かぶりしてんのよ。裏かぶり中なの？めちゃくちゃかぶってんのよ。何とかぶってんのよ。いやいや、その今その単身花火っていうさ、そのテレ朝のドラマに出演中なんですよ。そうだね、重岡くんが主演のね、ドラマに出てるんだけども、うん、その、まあ、普段は23時から23時半のこの土曜日のね、うんうん、だラジオ、このままラジオにこう繋がるような時間の、あれなんだけども、はいはい、今夜はその23時半から、ま、特別にちょっと、ま、時間がずれてスタートしてるんですよ。だから、ま、その例のごとく裏かぶりっていうのが発生してるんですよ。そうだね。だから、あなたのその問題で10分やってるわけにいかない。その間にも俺はかぶってる可能性があるから。そうだね。そう。この裏で今ジュリが真剣に芝居してるわけ。芝居してる可能性があるから俺裏かぶってんのにやめてくれる？あれ正解はちょっと止めて止めてって言ってるんだけど、多分裏かぶりしてんのよ俺。こんなことやってる場合じゃないのよ。いやそうか。そうだよね。しかもこのラジオでこれ何なの、これが発生するの3回目なんですよ。裏かぶりがホットで1回あったんだよ、うん、ノッキンオンロックドドア、うん、大悟とやってたやつ前からね、うん、で俺これ2回目なの。ジュリで2回目、俺が2回目なの。俺単体で2回目。2回やってるってこと？それだから俺初回が拡大スペシャル1時間スペシャルだったから、はいはいはい、まあ裏かぶりました。そうだね。で今日時間ずれてかぶってるから俺2回かぶってんだ1人で。すごいね。なんかこの秋にものすごいスパンでかぶり始めてんの。なかなかこんな裏かぶることってない。ないよ。芸能人生でも片手に収まるかっていうレベルぐらい。大丈夫なのそれ。いやいや、だからその、わかんないけど裏かぶりってダメじゃなくなったの。なんかの改定によって。もしかしたらそうなのかもよ。いやいや、だってさ、かぶってることにこの、騒いでるのってなんか俺らだけなんか変なのこれって。当たり前にかぶってるじゃん今なんか。まあそうだね。で、今出てんでしょって。そうで、当たり前にさ、パーソナリティクイズとか俺にやらせてくるでしょ。ね、変だよ君たちも。なんかさ、なんか何、俺たちが変なのこれ。裏かぶりだとか言ってる俺らが的外れ。もう普通に喋って良いっていうこと、これは良いとされるような時代が来たっていうこと。そうなのかもよ、分かんないけど。しかもさ、
その今週とか結構大事なシーンというか結構重めのとかいろんなあるよ。本当に？結構まあ予告見てくれた人わかると思うけど、なんか結構俺大事そうなところで予告ちょいちょいあったでしょ。今日結構多分出てる気がするよ俺。え？いやわかんないよ。いやそのね先月に一応その1回目、うん、俺の裏かぶり1回目の、はいはい、ドラマの初回放送の1時間の時にかぶって、はい、そのブースのテレビをつけてジェシーか。ジェシーと、まあ、見てて、俺がテレビに映ったら、ラジオはね、喋らないっていう。まあ、裏かぶっちゃう。だから、配慮したオープニングをやったんだよ。うん。まあね、そう、結論だけ、結果だけ言うと、うん、テレビつけたから、俺がほぼ一度も映らなくて、リスナー全員に俺ドラマ出てないと思う。お前出てねえじゃねえかやったらね、出てんだよっていうのは、うん、裏かぶりラジオだって宣言したのに、裏かぶらないラジオになったんですよ。はいはいはい。出演欄に書いてあるはずなのに、裏かぶらないラジオっていうのが、ちょっと前回というか、まあ、はい、先月発生してその CM 入ってから一瞬出たの。ああそうなんだ。いやいや、なんで俺かぶんねんだよっていうタイミングでおきくがジングルって CM 入ったの、うんうん、CM 入った瞬間俺出たの、ね、お待たせって書いてどいやあれさ、もうちょい俺なんか同窓会に遅刻するっていうシーンだったんだよ。あれ俺遅刻してなかったらね、裏かぶってたのマジで何やってんだよ俺片山と思って、俺あれ同窓会をカッコつけて遅刻してなきゃさ裏かぶれたのに、うん、見事に裏かぶらずに終わっちゃったんですよ。だからその配慮したら下で非常に恥ずかしい思いをしたと、うん、そうだね、まあ、現場で何回言われたことか俺三振花火の撮影現場で来ましたよって言って、監督とかだよ、監督とかプロデューサーとかが聞いたよって言って、全然裏かぶんなかったねお前らだろ編集者お前らだろなんかその全然かぶんないじゃんみたいに言ってきて、いやまあまあでもなんだっけ、いやいやまあでも次来週とか俺結構出てるからねって、出てるから2話とか出てるから、まあ1週目はそんなかぶんなかったねとか言ってさ、2週目俺オンエア見てたさ、俺2週目もあんま出てなかった俺撮影大変だったはずなんだけど な、でも今日はね確か結構出てるはずなんですよ。俺もなんとなくしかまだ見れてないんだけど、事前にまたデータをね。お前本当か。いや出てますよ、出てる。今日3話、今日5話5話5話、うん、本当か。いや出てるはず。でもねこの、ま、テレビつけて見たとするよ、うん、もうパターンがないんですよ北斗の時めちゃくちゃ裏かぶったのね。あ北斗の時ね、はいはいはい、俺裏かぶらなすぎたのね。はいはいはい。もうその裏かぶった時のパターンが出尽くしちゃったもんでそうだね。だからもう裏かぶりすぎて俺は悟ったんですよ。悟っちゃう。今週もう普通にやろうかなって、もう逆に吹っ切ってるわけですよ。あもういいんじゃないの。いやわかんないけどね、もう普通にかぶせてくるなら俺はもう普通に喋る。俺だって普通にかぶりに行くよ、そうなってきたら。まあまあ大丈夫だ、多分。結構出てんのわかんないけど、え今さ、まあ、ブースではテレビついてないんだよ、もちろん普段 ついてないから、うん、誰かさ見てる人いる、大きく見てる、俺出てる、そこテレビついてんの、俺は出てる、さっきから今出てるの言ってよ、なんでそんな平然としてんのかぶってたの俺今どこでかぶ、どのタイミング、川で茂げど、あおいおいおい、土手かなんか、土手みたいななんか変なとこ喋ってましたよってちょっとあのいいこらメール読んでいいですか。あ、全然いいですよ。ラジオネームケミケミ、はい、今単身花火見てるんですが、はいはい、田中さん今日めちゃくちゃ出てますそうなんだ、これ素人の私でも分かります、冗談抜きで今日の裏かぶり結構やばいですじゃ俺は分かってる、俺出てるよって事前に言ったし、大きくにも今日電話して俺結構裏かぶってるよって言ったら、まあまあ何というのもやりようありますよとか言ってあしらってきたんだよ。ほんと？で俺も分かってる、結構出てるんだよねもう一個あるよ、ラジオネームレン、田中お前裏かぶりすぎじゃない？違う違う、これ本当にドラマ側 OK 出してる？違う違う、一回ここは森本に任せてマネージャーに確認した方がいいんじゃない？違う違う、俺ら勝手に裏にかぶせてラジオやってるわけじゃないのよ。どちらかというとこっちはもう何年も前からずっとレギュラーでやってるわけだから。本当？それは向こうが、まあ、全然いいですよっていうことでドラマ側にも快く了承していただいてこうなってるわけだから。じゃあもう一個いくよ、はいはい、ラジオネームシャバスティーヌ、はいはい、田中さ ん、 んパーソナリティクイズをやってる裏で重岡くんをバラで殴って手についた血を舐めてましただってさちょっとごめんちょっとごめんちょっとごめんね。俺自分でこんなこと言うのもあれなんだけど、俺何してんの？一回つけよっか。一回つけてみる？一回つけてみようか。めちゃくちゃ恥ずかしいじゃん、俺。何これ？俺さ、パーソナリティクイズのお時間でーす。俺、バラで殴ってたの、俺。手についた血を舐めてました。何してるの、俺。なんでだよ
リモコンないんで手動で押してください。なんでリモコンないんで。じゃあ押すよ。いやでもね、だから俺言ったじゃん、今週結構出ちゃってんのよ。いやほん、いやだすごいねこの裏かぶり系。いやそんなまずいまずい言われてもさ、俺は知ったこっちゃないよ。だって俺はいただいた仕事をただ単にやってるわけだからさ。あ、今やってんじゃん。シゲオカ君が出てるよ。うん、話してる話してる。でもジュエは出てないね。今出てない。なんでテレビつけたら出てないわけ。お前出てないんじゃん。出てんだって俺。楽しい花火。バラで殴ってたんでしょ。リスナーも見たんでしょ。何書いてんのこれ。あ、元シゲオ。シゲオカ君が。うん。これ家見てなんかやって。武田さんちピンポンしてるわ。ピンポーンって。これってかさ、これすげえラジオじゃない。そうだよ。ドラマ見ながら今ラジオやってるんでしょ。意味わかんない。副音声みたいなことですよ。意味わかんないことを。やっちゃいけないというか、タブーというかね、暗黙の了解で避けてたものを俺ら大々的にやってんだから、裏かぶりラジオだっつって。シーン変わったけど、やっぱジュリ出てこないね、お前。なんで出てないの俺。あ、CM 入っちゃったなんでつけたら出ねえんだよ。お前やっぱ出てねえじゃん。なんでつけたら出ないの。俺出てる、出てたんでしょ、今日結構。だって言ってたじゃん、リスさんも今日やばいかも、みたいな。言ってたじゃん。俺だって今回の結構出てた自覚あるよ。いや、一回消すよ。じゃ、なんでよ。なんでよ。いや、出てないんだから。出てたはずなんだって。出てないんだから、見る意味ねえもん。ちぇ、出てたはずなんだって。これ CM 開けたりして出てくる気がするけどな。なんで出てないじゃん。ちぇ、結構大変、しかも俺後半にかけてね、俺結構重要な役だからね、結構ストーリーに絡んでくる上で、結構今これがいわゆる、その真ん中というか、こっから加速していく大事な話よ、これ。あ、そうなの？大事な放送よ、今日。大事な放送なのに出てないじゃん。出てんのよ、これ。結構。台本に名前ある？めちゃくちゃある。お前、あれ、勝手に参加しちゃってる場なんじゃない？いや、俺映り込んで、イエーイ、映ってるの人じゃないのよ。大丈夫？地元の友達、これ俺ってやってるやつじゃないのよ。大丈夫？エキストラとかじゃないから。あ、ほんと？俺ちゃんと役名もらってちゃんと出てますから。あ、ほんと？撮影もね、ちゃんと順調にしてますから。ちょっとじゃあメール一個いきますね。はいはい、ラジオネーム、ももあん。はい。田中さん。ん？テレビドラマより、パーソナリティクイズを優先するの。ほんとお前、何をしに芸能界に来たの？違う、俺だってわかんない、それは。何しに来たの？違う、別に、俺はパーソナリティクイズを優先して、したくてしてるわけじゃない。俺も、その芸能界に入った段階で、いやー、まあドラマよりパーソナリティクイズの方が僕優先順位高いんでって宣言してないからね、俺。俺だってやりたくてやってないから。お前、ダメだよ、あんなことして。違う、分かってんの。違う、分かってんの。何が？俺が一番。パーソナリティクイズだよ、お前。俺が一番分かってんの。俺だって。お前何やってんの？ラジオでね、こんなこと言いたくないけど、うん、ドラマの方が大事だよ、それで言うと。久々だしね。うん。あの、俺ら以外の出演者っているわけよ。重岡くんに、荒木優子さん、高梨凛さん、その他、ものものいっぱいいるわけよ。うん。だからね、言ったらそっちの方がまあ大事というかさ、大事ではあるじゃない。だってもう地上波だよ、これ。まあそうだよね。テレビ朝。うん。でもお前、出てないからね。出てるから。めちゃくちゃ出てんのよ。いや、その出てる人が、それを言うなら、俺らも、ああ、そうか、そうか。重岡くんとかってこと？まあそう、ジュリが、まあそんなにこう、ね、ドラマに対しての思いがやっぱ強いんだったら、みたいなのが、だったらこっちもなんとかみたいなの思うけどさ。お前、出てないからね。じゃあ今だって1分や2分でしょ？つけてたの。だってもう、シーンは変わったよ、ちゃんと。あ、変わってたね。シーン変わってさ、シゲがまた、次の、展開うんでくんのかなと思って。お家のとこ行ってね。そう、全然もう。ち、多分これパッて買ったら俺出てるんじゃないかなと思うけどね。ちょっとさ、リスナーがさ、そのドラマの状況を教えてほしいよね。そのバラで殴ってたみたいな。今ちょっと俺見てないからさ、どんな状況なのか。多分出てんだよ俺。バラで殴って。いや、手についた血を舐めてましただからね。え、じゃあ俺唯一出てきたのそんな感じ？俺そんな感じなの、ね、じゃあちょっと、そのドラマでなんか僕に動きがあったら、ざっくりメールで教えていただければ。あ、そうだね。こんなことしましたよとか、受付メールアドレスは、stay@allnightnippon.com、stay@allnightnippon.com、その中、頭文字を取って、していただいています。うん、まあ、出てたら。じゃ、出てるか。だからメールがね、止まらなくなると思うよ。で、出まくっちゃってるからね。あと、ま、10分もないと思う。ちょっと待って、俺も不安になってきたけどさ、俺出てるよね。ちょっと待って、一回さ、そのさ、男子花火のスタッフにちょっと確認できる？俺って出てるよね、この作品。頑張ってみんなで撮影してるよね。大丈夫だよね。大事にしてるよ、俺この作品。東京都千代田区有楽町の日本放送をキーステーション、全国ネットで放送中。ソーズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。
はい、今夜も生放送ということでラジオを聴きの皆さんもメールで参加してください。リアクション感想メールをお待ちしております。受付メールアドレスは st@allnightnippon.com st@allnightnippon.com そのどの頭文字を取って ST となっています。同じ内容のメールはいつだけで大丈夫です。そして番組では X アカウントもあります。アカウントはstonesANNSAT 放送中はハッシュタグ stonesANN をつけていっぱいつぶやいてください。それでは何通かメールを見ますね。あ、死んだろう。じゃあおい、ラジオネーム池で焼きそばの湯切り。はいはい。なあ、この時間何？ねえ、どれどの時間よ。そのラジオのあの裏かぶりの時の。じゃあ本当だったらもっと被っちゃって、俺喋れないぐらいのはずなんだけどね。もう一度いきます、はい。ラジオネーム柏餅。本日の田中さんは荒木優子さんが寝てる横で何かを決心してました。裏かぶってたけど途中から映らなくなりました。何？俺バラで人殴って血舐めて荒木優子さんの横で何かを決心してる男になってるの今。どういうこと？次行きます。ラジオネームゆいっち。単身花火見てます。お、ありがたいね、嬉しいよ。田中樹出てないです。出てんだよ。じゃ断言するなって。多分ね、向こうが、うん、そのドラマサイドが、このラジオに対して配慮してくれてるんだと思うよ。変な配慮だよ。新しいパターンだね。絶対変な配慮。新しいパターン。じゃそのドラマが自信持った方がいいって思った。ラジオだったらラジオにバンバン強気に被せに来た方がいいって。じゃあ一回つけてみる？いいよいいよ。今つけていいよ。全然絶対出てるからね。じゃあ。ラストチャンスね。うん、いいよ。マジで出るから。ラストだよ。それから俺出てたら、俺はその裏かぶりたくないから、芸能界でやっていきたいから、これからも。俺喋んないよ。じゃあ一回つけて、うん。結構多分かぶってるよ。本当か？ちょっと前に決心したってことだよね。荒木優子の横で。そうだね。ベッドの横でね。決心してるって言ったからね。つきますか、テレビ。あ、これついたね。お、しげだ。しげ岡くんだなぁ。しげがやっぱ出てくるね。はい、めぐみだね、めぐみ。永井さんだ。お、長井さんね。長井さんですよ。最高だよね。すごい言い方、お芝居も上手でね。あ、歩き方でね。って言ってた今。ごめんなさい。俺、お、シゲだ。わ、シゲと荒木優子さんと長井さん3人ですね。はいはいはい、はい。さっきのシーンとはまた違うね。私上行きたいんだけど、どいてくれる？うるせえ。私たちが下行くんだよ。違うだろ、そんなシーン。これ、スズラン対放線じゃない。違うよ。お前、クローズじゃねえよ。うん。違う。なんでクローズだと思ったんだよ。これ違う？ちげえよ。ほら、屋上で待ってるって言ったら、あれじゃないの？ちげえよ。鈴蘭対方針。ちげえよ。あれ？エンドクレジット入っちゃってるよ。終わっちゃうよ。ちょっと待って。え、もうこれ終わっちゃうこのドラマ。今日、5話。あ、一応、チリの名前出てたね、今ね。エンドクレジットあったね。これ、まだワンチャンスある。まだ、あれ、この後ガッツリ映るんじゃない？これ今ね。こういうシーン。はい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 。今後どうなっていくか。あ、これシーン変わったね。あ、これ。これなんじゃない？そうそう、来るオフィスみたいなところになってる、ね。そうだね、会社だね。この会社のところでジュリが、あ、出てくる。お、また変わった。お、スナックに変わったね、シーンが。これ俺じゃない？シゲ、あ、荒木優子さん。あ、二人来たね。おい、なんだよ。スナックに。あらら。じゃ、なんで俺こんな裏かぶらないの？うわぁ、怖い。アイスピックで氷削ってるね。いいねー。いい表情して。お、怖い。まさかアイスピック持ったまま何うわぁ、なんで俺出ねんだよ。大事なところじゃん、今。これも次の話へのね、そうだ、一番大事なところよ。最後って。最後だから。怒ってない。おえ、どうなる？またシーン変わった。どうなのここにね、俺が大きく絡んできたら、物語として重要人物だよ、俺。そうだね。さあ、ジュリ出てくるのか。あそこね、例えばこう助けに行くとかさ、なんかわかんないけど、なんか重要な。もうだって、エンドクレジットとかもプロデューサーの名前とか、あれ出てきちゃ、待ってよ、これはあれ写真、あら、キエコさんの写真。あれここでここでおーどうなるおーシゲシゲになってこの後だよ。うわ、次回予告、次回予告、次回予告も一回見よう。ジュリ出んの？あ、で、今一瞬いたよね。今の一瞬のやつ、あ、ジュリだ。あー、いるいる、あーい、おい、これ待って、あ、6話、あれおい、またチーター入ってたよ今。ジュリは、お、いるいるいる、ジュリあれちょ、俺毎回予告何してんの俺。
まあ、カラオケしてたね。あー、まあ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 。どう？まあ、一応出てはいたね。どうお前、お前そそくさと消すなよ。お前もうどうせ出ねえな。ジングル流れた瞬間、そそくさとテレビ消すな。興味ある人が出てなかった時みたいな。俺たちみんな、うん、やっぱお前のかまし散髪をずっと心待ちにしてるんだよ。あの角刈りの夏を忘れられないんだよ。いやわかる。今エニタイムワンピースを開いて一番最初に映ったキャラクターの髪型にするのはどうでしょうか。これこそ最高のかまし散髪だと思います。あ、じゃあ俺見てみようか。 PC 用意してくれてんの。あれ、あ、ちょ、やべ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 、ストーップストーップ。あ、あ、やばいやばいやばい。ちょっと待って、これ引き台2人ぐらい映っちゃってるな。アップル、次のアップルしよう。一人がパッて次のアップルしよう。ちょっと待って。あ、いいよ。あ、すまん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 、だめだめだめ、パソコン、ちょっちょっストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。お前らラジオ盛り上げるために粘って粘ってチョッパーで折れたんだろ。お前バラすなよ。よし、ラストチャンス、今エニタイムワンピースに映ってたキャラの髪型にしよう。いけっていうことでございます。じゃあ見ますよ、こっちさん。いいですか。はい、いいですよ。ね、ほら、あ、ね、だからね、うん、一回ちょっとさ、そうね、次アップになった人にしようかね。あ、ちょっと待って、あれ、あ、うん、うん、うん、待ってね、まだわかんない。あれ、わかんないな。そうだね、あれじゃあラストマジ一回出してみよう、ね、せーのもうお前ルビーでいけ、お前もあれした。前回の本当俺らのなんか意地汚さがね、なんかね、めめしくてね、ひどい週だったよ。じゃあメール行きまーす。はいはい。ラジオネームターニャ。はい。なんで土曜の夜にこんな悲しい気持ちになんなきゃいけないんだよ。何田中は。何。もっと頑張れよ。頑張ってる。お前らが思ってるより頑張ってるかな。めちゃくちゃ頑張って、いろんな撮影して、いろんな打ち合わせして、いろんなリハーサルしてやってんだよ、こっちはな。めちゃくちゃ、だって今ってドラマ頑張って撮ってるよね、寝る間も惜しいんだよ。なのになんだこの仕打ち。俺が泣きてよ。毎日よ、朝寒い暗い時間に家出てよ。夜よ、暗くなって家着いてよ、もう気絶するように寝てパッて起きて、また撮影行くんだよ、うん、土曜日ラジオ来たら映ってねえの。なんだよこれ。もう頑張ろうな。頑張ってんだよ俺。じゃあ次行きます。ラジオネームメカブ、はい。なんか田中よりカエルの人形がいっぱい出てきてるけど、この人形の声を田中が担当してるってこと？違う、そういうことじゃない。俺声優さん、そのアブレコしてる人とかじゃないから。俺あのカエルも、あのカエルでその物語としてちゃんと出てきてる理由はあるんだけども、その俺の方が絶対に出てる。本当に？いや、でもいや、後半はね、あ、分かって、死んだろ。俺もね、今言っても多分、うん、今回はカエルの方が出てる。多分だから、ジュリがこう、ドラマに出て、いただくギャラとかもカエルに渡した方がいいんじゃないの？だって第1話なんて俺よりカバンの方が映ってたもん。荒木優子のカバンの方が映ってたよね。オレンジ色かなんかね。じゃあ次行きまーす。ラジオネーム、イクラフォッカッチャ。はい。裏かぶりの話題に入った途端、マジで田中が消えました。だってさ、あ、で、それまでは映ってたってこと？やっぱり。そういうことだね。じゃあ、さ、やっぱさ、その、なんだろう、その、才能というかさ、天性でさ、必然的に裏かぶんないように、うまいこと奇跡が起こってんのがやっぱ。かもしれないよ。お前、芸能の神様が、お前はまだかぶっちゃダメだと。お前はこっちに来るなと。すごいね、そうなってたらすごいよ。で、うまいことかぶらずに、お前はこの暗黙の了解、これを守り続けるんだって、なんかその、芸能界の神様の。じゃあ、ジュリア持ってるってことにしときましょう。ただ出てないけど、みたいな言い方してる。その、神回避してんのよ、俺多分。あ、結構出てんの、多分。マジで5話は。多分ね。ね、保険かけすぎ。多分ね。めちゃくちゃ多分出てんの。神回避してるだけ。はい、次行きます。ラジオネームメカウルフ。はい。あ、ママ、はいはい。田中は配信限定のスピンオフにいっぱい出てるってことかな。そういうことか。はい。じゃあ、そのさ、俺を憐れんでさ、あの、打開策見つけて慰めるのやめてくれる。そういうことだね。これ、友達とかで一番しんどいから、これ。そういうことだね。俺を憐れんでさ、別の褒める方法を見つける。いや、スピンオフも頑張ったし、いっぱい出てますよ。まあ、本編も出てるよな。
なあ一番しんどいから。ちぇ、本編も出てんのよ、ちゃんと。じゃ、俺ってなんか言えば言うほど本当にかわいそうになってきてんだから、今。配信限定スピンオフは、それ俺メインですよ。そう、そう、だけど、本編も出てるもんね。そうだよね。じゃ、その感じだと、なんか、スピンオフも嘘みたいになってきてる。いや、両方出てますよ。ちゃんと、あの、たまたま今日は俺がつけたタイミング、慎太郎と俺がつけたタイミングで出てなかったわけです。お前、すげえじゃん、じゃあ。すげえよ。だって、配信限定スピンオフも、ジュリメインだし、そうだよ。本編にも出てるってことでしょ？そう。お前、すげえじゃん。じゃあ、なんでお前、すげえ上出来じゃんみたいな。それ出演者だから。お前すげえわ。お前俺番手3番だよ。お前その3やめれる？その親指と人差し指と中指の3。お前知ってる？重岡大毅、荒木優子、田中樹だよ、お前。本当に？その順番で並んでんだよ、お前。で、お前、あんま出てねえんだよ。いや、だからこの後ですよ。ちょ、あの、後半に行けば行くほどってこと？うん。いけよ、もう一つ目やるね。ラジオネーム、デカドラ。はいはい。でもさ、うちらリスナーは、一秒もテレビ出れないんだから、一瞬とはいえ、田中を評価してあげようよ。お前は、深夜ラジオリスナーの夢だよ。なんで俺お前らと同じ立場を思うよ。お前らと同じ立ち位置。じゃ、俺お前らみたいに、いや、ほんとすごいわ。ラジオリスナーで。マジで。え、ちょっと一回聞いてくれる？みんな握手してるよ。聞いてくれる？みんな勘違いしちゃってる。俺芸能人。勘違いしてない？みんな握手してるよ。俺ストーンズ、ストーンズ。深夜ラジオリスナーじゃないのよ、俺。深夜ラジオリスナーが、で、その、一般人が何かオーディションにたまたま受かって急に芸能界に飛び入りしたみたいな感じじゃないからね、俺。15年ぐらいやってるから。いや、お前でもほんとみんなに夢を与えてるよ。違う、勘違いしないで。じゃ、まずおかしいのよ。俺ら一秒も映れないけど、お前映れてんのすげえよって。じゃ、まず一瞬じゃないし、なんでお前と俺同じ立場だと思ったの？舐めないでくれる？一緒にしないでくれるかな？もう一つ行きます。ラジオネーム、ほねほねマン。はいはい。田中さん。ん？本当にお勤めご苦労様です、うん。ドラマ撮影、日々の仕事が大変なのは知ってます。早く、これなんて読むの？ねえ、どれよ。僕がある。ああ、もう一回いきます、はい。ラジオネーム、ほねほねマン、はいはい。田中さん、本当にお勤めご苦労様です、はいはい。ドラマ撮影、日々の仕事が大変なのは知ってます。はい、早く報われますように。じゃあ、だから俺、陰で努力しろ。今、地道にコツ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 やってるわけじゃないの。俺、もう日の目浴びてるから。本当に？それでもう、華やかに、ストーンズとして CD も出して、もう華やか、だか動画だってやってるわけだから。まあでも、ほんと、いつか花開くから。じゃあ、諦めんな、お前。いや、まだまだ開けるけど、もう、ある程度開いてはいると思う。ちょっとは開いてるよ、もう。俺まだ それが完全に開き切った時に、うん、もう深夜リスナーの、うん、もう仲間たちが、うん、仲間じゃない、ジュリーお前最高だすげえお前ってこうなんみんなに夢を与えられるわけだよ。なんで俺お前らのダチみたいな感覚になってるわけ。俺芸能人だからそもそもお前すげえお前マジテレビ出てんじゃんみたいなさ、うん、雰囲気出してるけど違うから別に出てるから本当に当たり前に出ちゃってるから。いやいやどうだろうね。いやもう普通に出てるわけだ。ドラマもねバラエティもで、ドームでライブだってやってるし、もう普通にやってるわけだからさ。ジュリー、あれでしょ、元ハガキ職人。元ハガキ職人が面白くて注目浴びたわけじゃないのよ、俺。面白かったっけ？違う違う。面白くて、注目浴びて X のフォロワー増えてみたいな感じじゃないのよ、俺。違う？そういうのじゃないのよ、俺。プロフランに書いてない。ハガキ職人やってます。違う違う違う。ちゃんとオーディション受けて芸能界に入ってんのよ。ほんと？芸能界入って、ここまで頑張ってきて、もう、ちゃんと日の目浴びてるわけ。あ、そうなの。よく聞くラジオで、ストーンズ NN が入ってるラジオ職人じゃないんだ。まだ伸びしろはあるにしろ、一応一回日の目浴びてるのよ。あ、そうか。そうそうそう。一応もう地上で戦ってる身なのよ。あ、そうなんだ、ね。そう、俺まだ、面白い、あのハガキ職人面白いよね、みたいな。いや、お前すげえじゃん。で、俺そういう感じじゃないのよ。そうか。うん。なんかごめん。いや、だからちゃんと俺はその同じ立場じゃないっていうことだけ俺はリスナーに分かっていただきたい、そこは。みんなだって。そう、だから。あれでしょ？お前ら今、コッペピンポンパンとかと一緒だったんですか？そういうことだよね。そういうことだね。コッペピンポンパンの並びだと思ってるところだよ、コッペピンポンパンの一歩前進バージョンだと思ってるわけでしょ？テレビちょっと出たバージョンみたいな。いや違うから、ね。面白いわ。じゃあ、お知らせいきますか？はい。はい、ということで、じゃあ、ストーンズから、お知らせがね、ありまして、ね。はい。はい、ストーンズの4枚目となるアルバムが、来年ですね、1月10日。1月10日に発売決定しました！ありがとうございます。はい、ということでですね、まあ、タイトルがですね、The Vibes ということでございまして、まあ、これもいろいろ、ちゃんとね、結構前から、これいつ打ち合わせ始めた？これ結構前だよね。5月ぐらい？ 5月ぐらい。だから、ドーム、
そう、今 DVD ブルーレイが出てる完成の法則インドームが終わったぐらいでね、ちょうど打ち合わせ始めて、もうタイトルの表記からいろいろみんなでほんとずっと打ち合わせして ね、作ったこの THEVIVES っていうタイトルのアルバムが、まあ、いよいよ1月10日に発売ということで、まあ、今回もですね、あの初回版 A、 初回版 B、 通常版のですね、まあ、全3形態、はい、まあ、3形態合わせて全20曲の収録ということでございまして、それではこれ一応全20曲のタイトルをねご紹介させていただこうかなと思います、はい、まずはシングル曲暴れろここからクリープがありまして、はい、まあ、そして ドライブのアルバムザ・バイブスバージョン、はいはいはい、そちら、そしてここからはまあアルファベット50音順に一気に紹介したいお願いします。オーライト、はい、バンバンバンギン、はい、ブルーデイズ、はい、ドンドンドン、はい、ドラマハウスオブカーズ、ワンソングオンリーホーリー、セイザーデイ、サムシングフロムナッシング、スペシャル、トップシークレット、アンセム、希望の歌、君がいない、スーパーボーイの以上20曲とすごいねなっております。まあね、いろいろね、そうそう、こちら事前にね、そのストーンズの X のアカウントで、まあ、曲名探しパズルみたいな、あ、ありましたね、画像がね、写真が公開されていて、まあ、皆さんいろいろ公開された時は、まあ、説明、まあ、当たり前ですけども、うちのソニーなんかもちろん説明なんてしませんから、そういう時は、バンと乗せて、どうぞっていう状況。まあ、みんないろいろやって、なんか俺も一応見まして、そしたら結構いろんなね、憶測というか予想してみんなで盛り上がっていただいてまして、うん、まあ、中にはタイトルなんじゃないかとか、暴れろを見つけてる人がいたりとか、いろいろありまして、うん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 、まあ、すべて探し出せた人がいるのかということでございます。もしいるかもしれない ね、まあ、タイトルはね、今のですべて記憶してくれたと思いますので、まあ、どれがどんな曲なのか一体そしてどれがリード曲なのか、はいはい、どれが誰と誰のユニット曲なのかというのを、まあ、タイトルで想像しながらね、まあ、続報を、まあ、随時皆さんにお知らせしていくのでお待ちいただければなと思います。ということで、まあ、今回新曲だけで16曲あります。すごいね。まあ、レコーディングは もちろん終わりました、終えてまして、はいはいはい、大変だったね。いや大変だった。でも楽しかったな。あ、わかるよ。今までのアルバム収録でなんか一番なんか楽しんでできたかもしれない。うん、俺もそうだな。楽曲自体がやっぱね、まあ、毎回それはもうそうなんだけど、クオリティ高いよね今回も。いや今回やばいね。いつもそういうんだけど、ね、今回やばい。かなりジャンルレスで。そうだね。またコアなことに挑んでるんじゃねえかなと。うん、で、あ、またそっち系の楽曲もやってくれちゃうのっていうのもあったりとか。音楽偏差値高いっすよ今回のアルバムもね。まあ、なんでお楽しみにしていただければと思うんですけども、はい、まあ、さらにですね、初回版 A と初回版 B にはですね、特典映像としてブルーレイ、そして DVD が付くということで、その他オフィシャルホームページの方にね、詳細を記載していますので、まあ、ぜひホームページでチェックしていただければ、はいはいはい、思うんですけど、まあ、いろんなあれあったよね、ダンスソロパフォーマンスのやつとかね、そういう特典があったり。あ、そうね。まあ、詳細はね、まだちょっとなかなかこれしか動画やってないんで、まあ、言えないんですけど。なんか好みの一曲とか言っとく？そしたら。自分が好きな一曲ぐらいは言ってもいいか。言っちゃっていいんじゃないの？推し曲、慎太郎どれですか？ちなみに。私、トップシークレット大好きです。いいね。はい。危ない、歌トップシークレットいいですよね。トップシークレット。ああ、いや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 、いいねー。ああ、あと、ザ・セーフ。いいですよね。歌っちゃうのやめろよ、うん、そうだね。あのソニーいっぱい入り口封鎖してる帰りあのまま封鎖されてボコられるよお前。いっぱいバン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 おう、ハウス・オブ・カーズ、うん、真ん中ぐらい、2回目ぐらいのレコーディングで撮ったんだけど、ね、うん、歌ってみてさらに好きになったね。わかる、ね、歌ってみてなんかまたうわこれいいわってなったから、多分6人の声になったらさらに化けるんじゃない。いやいや、やばいと思うよ。まあね、何言ってどれもいいんだけども、どれも素晴らしい曲なんだけど、ね、そうね、まあ、好み的にね、そういった曲なんですけども、うん、まあってことで、まあ、その3形態合わせて何曲収録されて、どの特典がどのようについているのかっていうのも、まあ、今のでね、皆さん全て記憶してくれてありがとうございました本当に感心しておりますということで、まあ、詳しい情報は全て SixTONES の公式ホームページの方に記載されると思うので、そちらでじっくり見て、まあ、気に入ったものをぜひ選んでいただければなと思います、はいはい、で、まあ、お知らせは一応以上なんですけども、はい、一個一応そのお話ししておきたいことがありましたね、はい、正式に、まあ、このアルバムね、今日のお昼の12時だよねに、その、オフィシャルで解禁されたんですけども、まあ、その前に、前ってその数分前、数時間前じゃなくて、その、いくつか前に、実はちょっといろいろあったんですよ。あ、いやいやいや、すいません。その、
我々ね、そのストーンズの後輩にですね、直属の後輩に、はい、セブンメンサムライっていうグループのメンバーがいまして、はい、で、その、まあ、この大輝って男がいまして、ね、いますよね。セブンメンサムライ。まあ、あの、このラジオでも一瞬話題に上がったと思うんですよ。はいはい、今年の春かなに、オールナイトニッポンゼロを一人で担当するってなって、あいつ喋れんのかよ、みたいな。で、うん、俺がこう言ったりし、なんか喋ったりした、あいつこと今野なんですけども、はいはいはい。まあその、慎太郎も、さ、すぐその帝国劇場で舞台ドリームボーイズやってました。やりましたね、俺も去年まで2年間やったりとか、はい、まあそれ以外もこうライブ見に行ったりなんだかんだこう、うん、まあ、直属の後輩って感じなんですけども、その、まあ僕たちも前出演してたその NHK のラジラに、セブンメンサムライの出演してまして、その数週間前ね、うん。で、まあ舞台の裏話をした、なんかエピソードトーク的にしてました。はい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 。その時に、はい、なんかその舞台の時に、慎太郎くんからストーンズの新しいアルバムの時聞かせてもらったってトークしたらしいんですよ。はいはい、そうですね。数週間前にね。はい。それをね、聞いたリスナーの間で、うん、まあ、ストーンズが、ストーンズがアルバム作ってる嬉しい楽しみとか、はいはい。いう声と同時に、これ言っちゃって大丈夫？まあそうね。まだ解禁されてないの？解禁されてない、言っちゃって大丈夫？みたいな、その、はいはい、ザーザーする一幕がありまして、はいはい、はい。まあもちろん言っちゃって大丈夫ではなかったんですよね。もちろん。そうですね。ええ、ダメでしたね。はい。なぜなら僕たちは解禁してないですから。はい。あの、あれアルバムいつからなんで。みんなね、ファンは多分年明け、例年通り年明けからなんて予想してたと思うんですけども。はい、僕たちはもちろん、アルバムのあの字も出してないですから。出してないですから。はい。もちろん、その、言っちゃダメ、大丈夫ではなかったんですよ。大丈夫ないですよ、はい。ない状態だったんですけども。はいはい、要するに、その、アルバムの情報がちょっと先に出ちゃったんですよ。そうですね。ちょっとだけね。ちょっとだけ、ほんと、ちょびっとなんだけど。ひょっこり顔が出てきちゃったって感じかな。ちょっとだけ、ちょっと出ちゃっただけなんですけども。うん、なんか、噂によると、うん、その、今野がね、うん、その、ま、言っちゃったと。で、それがまずいっていうことに気づいた彼は、はい、その、マネージャーとともに、はい、わざわざソニーまでお詫びに行ったらしいんです。そうですか。怖かったと思うよ。いやまあまあ、申し訳ないね。言ってしまったっていう気持ちで、これは、直接謝罪したいと。はいはい。いうことで、マネージャーに直接お願いして。いいですかと。ソニーにちょっと謝罪に行きたいと。はい。いうので、お詫びに行ったらしいんです。あらら、そうですか。まあね、彼もね、その良かれと思ってね、言ったことなんです。うん、トークもなんかその格好良かったですよ、みたいな。この曲、聞かせてもらった曲は格好良かったですよ、みたいなトークをしてくれたから、褒めてくれてたし、もちろん俺らも嬉しいんだけど。え、そうよ。それがね、こんなことになろうと。え、そう。いや、まあ、ね、この、今野くんが、ラジラに出演した時にさ、こう、舞台の時に慎太郎くんからストーンズの新しいアルバムの曲聴かせてもらいましたって話をしちゃったのって、やっぱ嬉しかったからっていう話も聞いてるんですよ。はいはいはい、で、ちょっとこれ、一個、まあ、俺からの言い訳みたいなのをちょっと言ってさせてもらってんだけどさ、あの、ジュニアの時って、やっぱ先輩の楽曲をライブでやることがやっぱ多いじゃない。あー、その、お借りしてね。そう、うん、曲を借りてライブを作ってって、先輩の楽曲とか自分たちの楽曲を混ぜながら一個のコンサートを作って皆さんに披露していく。俺らもいろんな先輩の曲歌ってたよね。そう、歌ってたよね。で、その、やっぱ俺も過去にさ、その先輩から、次俺らこういう楽曲出るんだ、つって。で、これお前らっぽいから、ストーンズっぽいからやった方がいいんじゃないのかって言って、こう、あるね、よくある、ね。楽曲を聴かせてもらったりすることあるじゃない、うんうんうん、やっぱそれってめっちゃ嬉しいし。うん、まあ、それで見つけられたりとか。そう。直接お勧めしていただいたっていうね。そう。っていうのがあるから、うん、あ、この経験ってすごいいいなっていうのがあったから、俺もちょっとコンピーに、やってみようと思って、うん。あ、先輩としてね。そうやったのよ。お前らに。だあいつら実際俺らの曲結構歌ってくれてるもんね。そう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 。だから俺らのやつで、アルバムで次出るやつすごいかっこいいのあるから、お前らにぴったりだと思うよって聞かせたんですよね。それが、こんな事情に。そう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 。そういうことだよね。だから、コンピもなんかすごい嬉しくて。そうね、前ラジオで話しちゃったと思うんだ。で、なんかあいつもだからそのなんか、噂によるとですけども、うん、その、まあ、まあ、あいつ色を、白いじゃない、ね、すごい白いね。で、細いじゃない、うん、なんか、だいぶ、まあ、真っ青になって、ほぼアバターだったみたいな。そうなんだ。聞いてるんですけど。あ、真っ青になっちゃって。で、なんかその時に、まあ、ソニーももちろん別にそんな、うん、なんでだお前みたいな、怒ってるわけじゃない、うん、もちろん。あの、話し合った結果、その、コノが謝罪して、うん、もちろんソニーも、まあ、全然いいんですよ、と。はい、こう話し合った結果、あの、まあ、こうなったら、うん、一緒に新アルバム盛り上げましょうっていう話になって、はい、今度も、うん、あ、僕でよければぜひやらせてください。あ、本当。あの、謎にそこで手を組んだらしい。謝罪に行って、うん、ほぼアバター状態でソニービルに入った今度と、そこにいた青ソニーとかが、うん、手を組んだらしい。なので、うん、なんかその、ま、いろいろ僕も、まあ、そういった話があると。うん、まあ、こういったことが今度言っちゃったとかいろいろ聞いた上で、うん、まあ、そんな別に被害があるわけじゃないし、うん、っていうことで、まあ、
あの、今回のアルバム、うん、今度にはですね、その、ザ・バイブス、僕たちの4枚目、はい、大事な、新年一発目だし、俺はめちゃくちゃ大事にしてるアルバムって毎年。そのザ・バイブスの、宣伝隊長として頑張ってもらうことになりまして。あららら、ありがとうございます。なので今日からですね、うん、正式に発表しますと、今度が4枚目のアルバムの宣伝隊長です。いるよ、ソニーにも宣伝部とかいっぱいいるよね。うん。うん、その中の、ね、いろんな動いてくれる人の中の彼トップです、うん。いや、いいじゃない。なんですよ。うん。で、もう彼にこれから頑張って宣伝してってもらうと。そうだね。うん。うん、トップアバターですから、今度はね。そう、指揮トップを、うん、あの、アバターたちを指揮して、人間と誰か、あのトップです、うん、今度。そうなんだ。はい、隊長なので。はい、はい。ちなみに、その、まあ、今度宣伝隊長の仕事はすでに始まっておりまして。今度宣伝隊長の仕事？これ聞いてる皆さん、ファンの皆さん、なんだかわかってる人いるかな？まあ、もし、いないもいなかった？俺はもちろん聞いてたし、見て速攻分かったんだけども。うん。うん。ああ。ああ、そうなんだ。スタッフだって言われてんだ、あれ。ああ、そう。そのね、まあ、先ほどお話しした、公式 X で事前に出ていた曲名探しのパズル。はいはい。写真であの問題、写真でね、その、あの問題と答えみたいな。はいはい。紙を持ってる、あの、めちゃくちゃ爪綺麗な人。はい。あれ、今度です。ああ、そうなんだね。めちゃくちゃ爪さ、ツヤツヤじゃない整えたのかな、ピカピカに撮るってなったら整えたのか、これだね、これ見て死んだの。あ、ほんと爪ピカピカやん。あとこいつさ、多分さ、うん、緊張したんだろうな。宣伝隊長一発目の仕事だから。うん、指こんな揃うことある？これ。ピーってなってんね。これもう板じゃん、まっすぐ、ね、うん。ビカーンってまっすぐになって。そう、このね、実はね、ジャケット着て、白シャツで、うん、あの、公式 X 見てもらえばわかるんだけども、この爪がビカビカの男、これが宣伝隊長です、今回の。お願いいたしますよ、宣伝隊長。なんで、まあ、顔出しとか、うん、その、顔出しがなしな状態じゃない、これ、はいはい。なんだけども、あ、もう僕やりますと、やらせてほしいと。あ、そう。言ってくれて、嬉しいね。一緒に盛り上げてくれてるわけです。ああ、よかったよかった。なんで、ま、いい感じに収まってよかったですね。いや、よかった、ほんとよかったよ。だから今度は、だからこれから自分たちの仕事と、俺らの宣伝。大変よ！だいぶ忙しいよ、これ。だいぶ忙しいよ、うん。かなり忙しくなると思う。やっぱり俺らも売っていかないといけないから。そうだね。ぜひいろんな人に聞いてもらうための、うん。一個の重大な責任を彼に負ってもらう。今度宣伝隊長。セブンメン侍、今度宣伝隊長ね。に背負ってもらうと。はいはい。なんで、まあ、この件でもう誰かを責めるとかもうやめましょう、これでね。うん、誰、まあ、その、なんていうか、今度もう悪気があってやったわけじゃないというか、うん、っていうのもありますし、彼がもう宣伝隊長になってくれるということで、うん、あの、青ソニーと手を組んでますので、うん、まあ、なので皆さん、そのエネルギーをすべて、これを機に、ザ・バイブスの方に、の盛り上げに使っていただけたら。そうだね。盛り上げましょう、一緒に。まあ、嬉しいんですけど、はい、まあ、なんでしょう、そもそも、その、こういうの話さないでねって説明しなかった慎太郎も結構悪いんですけども、はい、もう争うのはやめましょう、皆さんね、うんうん。そのエネルギー、そのエネルギーをザ・バイブスで皆さん向けていただいて、ね。そうそうそう、そう。はい、ということで慎太郎、うん、じゃあ最後に何か一言、いただいていいですか、うん。こんな、ごめんじゃあここで一曲聴いてください、ストーミー。こっから。ストーンズ日記。ラジオネーム。ふわふわはんぺんクラブ。土ってチョコみたいだなって思って舐めてみた。クソマジ。全然チョコじゃないじゃん。明日メンバーに教えた方がいいな。いや知ってるからみんな。いやーこれ一回行くよね。でも行かねえよ。土は土ってみんなに分かってるから。砂場とかでさ、口の周りとか行っちゃうときあるよね、うん。チョコだと思う。いや、あれ、チョコだと思って。かぶりつく瞬間とか。チョコだと思って。お前もう、アラサーだからね。ストーンズの、オールナイトニッポン、サタデースペシャル。目合わせたりしようよ。あの、俺最近ね、うん、あの、キャンプにハマってんのよ。ああ、もう、それは、知ってますよ、メンバーはみんな。うん、あの、私、9月までドリームボーイズやってたじゃないですか。ね、はいはいはい、で、それ終わって、私、あの、今年2023年の下半期は、うん、ドラマとか映画とか、うん、そういったものは、ちょっと、一回こう、休憩、映像作品じゃなくて、こう、バラエティとか、うんうん、そっちの方に出ようって思って、ね、そう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 、っていうのに、やってるから、あの、もう日焼けとかも気にせず、にだし。ああ、そうか、そうか。意外とこう、時間もこう、ゆっくりになったから、うん、もう、キャンプ、やっちゃおうと思って。ああ、時間に余裕が
あの、上半期よりできたから。そう。で、なんで、じゃあ、キャンプを始めたのかっていうところなんですけども、うんうん、まあ、YouTube で、こう、いろんな、こう、動画を見てたときに、うん、雪の中で、キャンプをしてる動画が出てきたんですよ。雪の中でキャンプ？そう。ほうほうほう。マイナス何度みたいなところで、雪が降ってる中で、キャンプしてる人がいて、で、その動画を見たときに、何これみたいな。なんかイメージあんま俺もないじゃん。夏とかさ。晴れてるイメージよ、やっぱ。そうそうそう。雪の中でやるキャンプ。まあ俺は映像でしか見てないんだけど、うん、やっぱすっごい綺麗なのよ。景色、雪一面ね。そうそうそう、雪も降ってるし、朝起きたら、目の前にある林とかにさ、うん、こう雪が積もってて。あ、ちょっと太陽でキラキラしてるわけだ。そうそう、とか。はいはい。そういう映像を見て、あ、これちょっとキャンプ始めるしかないなって思って始めたんだけどもね。うん、まず俺はこう、天の弱な人間だから、キャンプをこう、流行ってる時に、もちろんキャンプやりたいと思ってたんだよ。あ、興味はあったんだ。そう。でも、キャンプが流行って、数年前だよね、だから。そう、流行り始めた時に、いや、流行ってんだったら俺は飛び込まない。あー、まあまあ気持ちはわかんなくはないけど。そう、キャンプに行かなかったわけですよ。自分をこう、抑制したわけですよ。流行に乗らねえんですよ。そう。自分でやりたいことがあるんだ。そう。はいはい。違う違う。ってやってて、自分調べで、行くと、今、キャンプがちょっと落ち着いてきてるっぽい。まあ、その、みんなまあ定着し始めたってことだよね。なんだけど、もちろんキャンプ場の予約はいっぱいなんだよ。まあ、それはそうだよ。めちゃめちゃ流行ってるわ、流行ってんの。そうそう。流行ってるっていうか、なんかまあ、落ち着いたというか、定着したよね、みんなに、キャンプというものが。なんだけど、俺は、俺の中で、その、流行ってるというカテゴリーに入ってると、俺の中では、始めちゃいけないっていうルールがあるから。だから自分の中では、ね、もうちょっと一回落ち着いてきてるから、なるほど、このタイミングだっつって始めたわけです。はいはいはい。ほいで、今流行ってねえぞって言い聞かせたわけ。そう、自分の中でね。めっちゃ流行ってんだけど。自己暗示をかけた。そうそうそう。いいや流行ってない。いいや流行ってないって。そう、今はもう大丈夫大丈夫っつって、始めたんだけど、まあ本当にキャンプ場って予約すんの大変なのね。一歩込んでて。まあすごい人。まあそれでね、キャンプグッズを買いに行ったわけですよ。はいはい。で、まあ、ストーンズの中でのキャンパー、まあ、キャンプやってる人って、コーチ優吾じゃないですか。彼やってますよね。だからコーチにちょっと連絡して、うん、キャンプを始めようと思うと、うん。で、どこで何を買えばいいのかと、うん、まずキャンプに行くんだったら何が必要なのか教えてくれ。うん、って言ったら、コーチはこう最低限こういうものがあればできるし、うん、こういうものを揃えたくて、なおかつキャンプグッズ、キャンプギア、うん、その、いろんな道具はもう、うん、いろんなブランドから出てると。うん、ああ、一つ有名なとこがあるわけじゃない。そう。だからもうそこがこう一個に集まってるアウトドアショップに行った方が、いろんなところも見れるし、比較できるし、自分に合った好みのものとかを探し出せるから、ここに行った方がいいんじゃないかっつって、大型のアウトドアショップ紹介してもらって、はいはい、ここ行ってきなっつって、じゃあ分かったっつって、そこ行って、で、テント決めて、うん、で、なんか椅子とか、はい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 、焚き火台とか、いろんなものをこう、買ってったわけですよ。うん、まず、私のこう性格上、うん、こう統一性を持たせたいっていうのがあって、ほうほうほう、私テントをこうスノーピークというブランドのものを買ったんですけど、うん、そしたらもう、テントをスノーピークで買ったから、他のブランドのものをそこに入れたくない。っていう。ああ、なるほど。全部一つのものにしたいのか。そう。っていう性格があるから。あ、でもわかる。服とかもそうだったもんね。ハマったものを全身それにするみたいな。そう。あ、そうだったな。っていうのがあるから、うん、で、キャンプで使う椅子も、焚き火台も、うん、もうスノーピークで揃える。うんうん、もうスノーピーカーなんだけど、私は。うん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 、で、それでこういろいろギアを揃えてさ、うん、ま、スノーピークってやっぱほんといろんなものが出てて、うん、焚き火台の周りにおけるテーブルとかさ、はあ、なんか焚き火を見ながら、コーヒーを置いたりとかもできるし、はいはいはい、なんならその焚き火の上に網を置いてバーベキューみたいなのもできちゃうしとか、ね、うんうんうん、なんかそういったこう、ほんと、キャンプギアってすごいなって思うんだけど。だから椅子やテント、いや、だけじゃなく、そう。細かいいろんなものがあるの、ね。そう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 。だからテントにつけるライトとか。うん、ああ、ぶら下げるようなやつとかね。とか机も、こう、机の中の天板だけが、抜けて、うん、そこにこう、収納？そう、カセットコンロが入れれたりとか、下に収納が入れれるようになったりとか。そんな風になってるのがあるんだ、ね。すごい、ほんとすごいのよ、うん。イメージと全然違うだった。こう、いろんなものを重ねてって、うん、やっぱキャンプって家からさ、キャンプ場まで車とか、バイクとか、うん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 、それこそリュックとかにこう詰めていくから、うんうん、できるだけこう、物がかさばらなくて、コンパクトにできる。そう、コンパクトにまとまるものがいいからっていうのは多分そういういろんなものが出てるんだけど、うん、それでこう、まあ、焚き火台のテーブルとかさ、うん、いろんな買ってった中で、やっぱキャンプは、なんだ、店員さんに聞いたら、うん、シェラカップという、うん、
なんかこう、取っ手のついた器っていうのかな、お皿っていうのかな、ほん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 、コップみたいなのがあって、うん、そのシェラカップってやつが大事だと。もうこれがあれば、もう基本飲み物も飲めるし、ご飯も食べれるし、絶対これはあった方がいい。いろんな用途で使えるものなんだね。そう。これはもう本当に、もう一回使ったら、もうなんか使い捨てコップかのように使った方がいいんです、みたいな。でもちゃんとこうステンレスとかチタンでできてるから捨てればしないんだけど、ちゃんと洗ってまた干してってやるんだけど、でもこれは本当何個あってもいいんでって言われて。ああ、なるほど。いろんなもんに使うからね。そう、俺はね、こう、まあ、2個とか、うん、まあ、多くて3個でいいんじゃない、うん、もう1人だしさ。そうだね。うん。なんか、みんなでストーンズで行くんだったらさ。だから、12、15、20とかね。あればいいけどさ、まあ、1人行くの多くて3個でいいかなと思って。まあ、行くとしてもコーチや誰かと行くぐらいだもんな。そう、でもコーチは持ってるからさ。そうだね。だからそうなったらいらないね。いらないから、じゃあ3個ぐらいでとか。っていうのも多いかなとか言ってたら、いや、違うんです、森本さん。本当に、もっとあった方がいいです。じゃ、10個ぐらいですか？あ、そうですね、10個ぐらい。おう。で、ああ、そんなに使うのかと思って、じゃあ、わかりました。じゃあ、10個ぐらい買っときますかって言って。まあ、わかんないからね、死んだら。そう、10個買うじゃない。うん、で、まあ、いざキャンプ場行って、シェラカップを、うん、ついに出番だ。はいはい。と思って、シェラカップ出すんだけど、うん、もうコップはコップで買うわけさ。ほうほうほう。マグカップみたいな。あ、別のやつをね。うん、じゃあ、それで飲み物飲むじゃない。うん、あれ、シェラカップでも飲み物飲めますよって言われたけど、まあ、コップ買ってるからコップで飲む。で、俺はその時食べたのは、ラーメンとも食べたんだけど、うん、まあ、ラーメンだったらそのまま入れて食べる。もう一個使いました、うん。でもラーメンだからそれ一個しか使わないわけさ。うんうんうん。じゃあ10個買ったうちの一個しか使ってないわけ。今のとこね。うん。っていう、で、洗いに行く場所があるからさ。うん、はい、はい。で、やっぱ一回使ってさ、なんか、食べかすとかも残ってたり、スープとかも残ってたり。放置はしとかないよね。じゃ洗いに行くじゃない、うん、だったらその、1個使ったものがまた、綺麗綺麗になるからさ、うん、10個あるうちの1個使って洗っちゃったからまた10になるわけさ。うんうん、なんか、残り買った9をさ、うん、まだ1回も使ってないみたいな状況になってる。だって、食べて、そのまま放置したくないから、洗って、それをもう一回使うのね。そう。でもやっぱキャンプギアはそういうのがなんか多いみたいで、うん、こう、少ないより、まあ、多い方がいいよねって、うん、まあ、俺は考えの人だから、別にいいんだけど、うん、なんかそういった感じで、こう、シェラカップが10個とか買ってったりとか、うん、まあ、あとお皿とかもさ、うん、4枚とか買ったんだけどさ、うん、お皿も1枚しか使わないわけよ。そうだよね、うん。使って2だよね。そう、うん。使って2じゃん。使って2。お皿1なのよ。で、俺その、キャンプ場行った時に、何を作ったかっていうと、まあ、カレーを作ったりだとか、はいはい、まあ、ラーメン、はい、あと焼肉。うん、あと、何やったっけな、まあまあ、その、出てきたのがその3つか、その3つはやったんだけど、うん、まあ、ラーメンはさ、シェラカップでいけたわけ。いけたね。で、カレーはさ、お皿1枚でいけるわけ。その1だよね。うん。あれで、焼肉なんかさ、そのシェラカップにタレつけて、その鉄板からそのまま食うからさ、シェラカップもそれで1個。下手したら塩を振ってたら、まあ、使わないで食べることもあるよな。そう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 。だから俺、10個とか4枚とか買ったんだけど、もう全部1個ずつしか使わなくて。今んとこそうだね。意外とこう、無駄な出費だったのかもとか思うんだけど、まあ、自分はやっぱポジティブなので、うん、いや、ストーンズみんなで行った時に全員で使えるからいいよね。10あれば。っていう風にま、落とし込み、うん、まあ、その、細々したそう、シェラカップとかコップとかの他にもさ、まあ、椅子とかさ、うん、スノーピックってその、ソファーも出てたりとかさ、へー。あと、まあ、寝袋ももちろんあればさ、うん、枕があったりだとかもいろんな道具があって、うん、でもいろんな道具をもう私は、ゼロ百男なので、うん、極端な人間だから、うん、一度始めると決めたものは、もう、やろうかやらないかもうわからない。今後続く趣味か続かない趣味かわからないけど、一回やる、行くって決めたから、100揃えたいわけですよ、うん。そうだよね。だってなんかよくわかんないけど、唐揚げ食いてえっつってあなたなんか業務用のフライヤー買ったりするのね。そうです、そうです。形から入る、ね、形から入る人間だから。だから、もうスノーピークで、もう全部買って、うん。全部揃えたわけだね。そう。うん、いろんなもの。ソファーも？そう。枕も？そう。ソファーも、枕も、あと寝袋でしょ？で、寝袋の下に敷くなんかインナーマットみたいな。なんかあー、マットレス的なやつとかね。そう。とか、うん、あと、なんか、ラックみたいなのもあったりして。え、何ラック？なんかその、シェラカップとか、うん、鍋とか、うん、そういう調理器具を置く場所を、うん、なんかこう、一個一個こう閉まったりするのが大変だから、うん、こういうなんか棚みたいなのがあった方がいいって言われて、え、そうなんですか？とか言って、で、話を聞くわけじゃない。うん、で、俺その日、早めに、その、初めてキャンプ行く2日前にアウトドアショップ行ったんだけど、うん、そのアウトドアショップ行った時、早めに仕事が終わって2時ぐらいから行ったのかな。うん、で、だいたい9時ぐらいまでやってて、うん、もう閉店間際まで俺ずっといたんだけど。やば、7時間ぐらいいたの？そう、ずっと話聞いて、うん、あ、じゃあこれはこうこうこうで、説明を聞きながら。丁寧に聞いた上で、ちゃんと納得して買ってんだもんね。そう、うん。でもさ、めっちゃおもろいのがさ、
俺一人じゃない、うん、で、テント、一人用のテントじゃない。ちっちゃいよね。で、俺まあ一人用のテントなんだけど、一応こう、リビングみたいな呼ばれるところと、うん、こう寝室と呼ばれるこう、ツールームになってるテントなんだけども、ちょっと大きめか。やっぱこう、狭めだからさ。だよね。ラックとかはやっぱ外に出すわけ。ってなると、これ使わなくないとかなってくるわけじゃない。で、ギアを入れるコンテナみたいなのもあって、で、そこにこうやっぱ結局入れてったりして、ってなってくると、意外とやっぱこう、なんだろう、店員さんのやっぱ売り方が うまかったのかなとか思いながら。上級者の揃え方を知ったんだろうな、多分な。多分そう。で、もっとゆとりを持って楽しむ人とかさ、カップルで楽しむ人、夫婦で楽しむ人、友達と楽しむ人の感じだったんだよね。そうそうそう。うん、で、まあ、とりあえず初めてのキャンプだからさ。ソファーいるんだって、それ。いや、ソファー俺使ったんだよ。よかったよ。でも椅子もあるのもね。椅子もある。どっちかでよくない？じゃあ、どっちかしか持ってかないよ。一回で全部持ってったら、うん、俺、体一個なのにさ、みたいになってくるわけじゃない。気分によって持っていくのを変えるってこと？そう。うん、でも、ソファーってどうなってるわけ、それは。いや、そのソファーすごいのがさ、エアーソファーみたいな。うん、普通の、こう、ソファーで、こう、シートも、背もたれもあるの。うん、普通の二人掛けソファーみたいな感じ。うん、手置くとこもある。肘掛けもある。空気でやる。空気じゃない、空気じゃない。マット、普通のマットなの。へぇー。なんだけど、やっぱキャンプギアってすごいのは、それが、こう、コンパクトに収納できるようになったりとかもするし、車に積むってなったら、その、いわゆる足の部分だよね。うんうん、座面と足の部分は、うん、棚みたいに使えたりもするのよ。だから、物を置いたりとかそう、トランクに入れて、その上にも下にも収納できるようにもなってたりするし。それこそ枕だ、寝袋だ、なんだ、上に置いたりできるってことね。コンパクトになるようになってて、すごく便利なものなんだけど、で、まあそういうのいろいろ買ったと。で、それをコーチに報告したわけさ。うんうん、初めてのキャンプ行って、こんな感じになったよ、つって写真撮って送ったらさ、うん、コーチがさ、いや、お前さ、みたいな。うん、こんないるかと。一人のキャンプで。引いちゃってるって。そう。コーチはやっぱこう自分に合うもの。で、なおかつ、こうその一個の商品を掘り下げてって、機能性とか、うん、本当に自分にとって必要なものなのかを調べた上でコーチは買う人じゃん。まあ、必要最低限のものだっていうタイプ、ね。でも俺は、あ、見て、これいい買いだーってなるタイプだから。これかっけえ欲しいってやるもんね。そうそうそう。っていうタイプだから、コーチはもうびっくりしちゃってて。うん、お前、初めてで、なおかつ、慎太郎の性格上、そうなるのは分かると。うん、でも、一回行って、飽きたら、もう行かないじゃないかと。うん、どうすんだ、お前は。それを、それを。ものを。そう。うん、飽きないよ、とかって言ってんだけどさ、うん、確かにもう飽きたらどうしようと思った時は、もうとりあえずコーチに全部あげればいいかとか思ってて。うんうんうん、引き取ってもらえば、ね、まあそう、コーチにあげればいいから、まあまあいいかいいかとか思いながら、まあ、それでまあ LINE をして、で、とりあえず初キャンプどう楽しんだかっていう話なんですけど、ね。はいはい。まあ、いろんなもの揃えました。行きました。はい、環境はバッチシですよ。うん、で、そんだけ揃えるよね、晴れてて、うん。で、まあ、お昼ぐらいに着いたのかな。うん、すんげえ空気うめえのよ。ああ、まあ、綺麗だろうね。そう。で、周りのところではさ、こう家族で来てるとか、友達同士で来たりとかして、みんなお酒飲んだり、うん、ご飯食べたり、ワイワイしてるな、はい、ところを一人でこう、ボゲーっとこう、景色見ながら。のんびり過ごすの。そう、のんびり過ごして。うん、で、もう、なんだろうな。キャンプ場の時間感覚って俺すごいなと思ったのが。そう、初キャンプで。初キャンプで。初めての時俺2泊3日したんだけど。すごいね。そう。2日目よね。2日目、朝6時に起きて。はい、や10時に寝て朝6時に起きて。休日に？そう、そこはもう10時に就寝するっていうルールがあって、キャンプ場ってそういうルールがあるのよ。なるほど、光とか音とか、ね。そうそうそう、はいはいはい、9時のところもあれば11時のところもあるんだけど、まあそこは10時だったから、うん、10時に就寝してって言われて、もう10時に寝て朝6時に起きてさ、うん、朝コーヒー飲みながらまたボケーっとして。うん、で、だいたいもう17時ぐらいかなみたいな、うん。時間感覚、体内時計での時間感覚の。あ、もう夕方かと。そう、時間の過ぎ方的にもう17時かなと思って時計パッて見たら13時だったわけですよ。全然。全然時間経ってね。こんな時間の流れってゆっくりなのか、うん。なんだこの優雅な時間。こんなにリラックスできる場所ってあるんだって思って。ねえねえ、それ退屈ってこと？退屈ではないよ。だよね。だって、もう5時かと思って1時、時間流れの遅いみたいなことでしょ？いや、違う、でも、何もしてないんだけど、退屈じゃないし暇でもないの。そのなんか、のんびりと景色を見たりとか、周りの人、俺人間観察好きだからさ、うん、その人間観察してるのとかも楽しくて。で、俺がこう、キャンプをさ、もともと始めた理由ってのがさ、うん、まあ、最初に言ったこう、YouTube で雪の中キャンプしてるのを見て、うん、あ、この雪の中にキャンプをしたいって始めたから、俺のキャンプはね、もうこの先、冬ですよ。あ、冬に、俺はもうめがけていろいろやっていくわけだから、今はもう、ストーブを買って、
て、うん、で、どんどん増えてんの。いや、そう、ストーブ、どんどん増えてくんだ、あれ。すごいのね、ほんと、あの、ストーブとかも買ってんの。そう、太一さんとかにもさ、うん、TOKIO の国分太一さんにも話聞いたりとかして、いろんなギアを揃えてったんだけど、うん、ストーブもこれから冬は必要ですよって話になり、うん、じゃあ、ストーブも買いますわ、つって、うん、ストーブも買って、うん、もう、こっから、あの、雪のキャンプ、だ雪中キャンプと言われるものが楽しい。それを目指してこいだもんね。そう。俺が見てた動画は、あの、薪ストーブ。いわゆる薪を入れたストーブでこう温めてたんだけど、俺のテントはその薪ストーブは使えないから、まあとりあえず今回の初めての冬の雪中キャンプ、まあ目指すは北海道なんだけど、ちょっと初心者にはハードル高すぎるかなと思ったけど、あの日本海側のまあ新潟とかのその辺の雪が降りそうなところに行って、ストーブで冬キャンプを楽しみたいなって思ってます。まあ、だからこれからが本番だよ、ね、そう。だから、ストーンズみんなで俺はキャンプに行きたいと思うんで、田中さん一緒に行きましょう。まあまあまあ。なんか飽きてるよ、もう。飽きてない。ストーンズのオールナイトニッポン、サタデースペシャル。はい、じゃあメール見ますね。おい。まずはラジオネーム、ワームホールさんからです。ストーンズさんをラジオで知ったリスナーです。ニューアルバムリリースとても嬉しいです。このアルバムには田中さんが何曲くらい出てくるのかドキドキしながら聴きます。全曲出てるよ。お前舐めてんのかお前。出てるとかじゃないんだよ。ずっと歌ってんだよ俺。俺の曲だからね。そのストーンズの曲ってことはすなわち俺の曲だから。俺何曲出てんのかな。この次の曲出てくるかなじゃないのよ。それで言うと俺常時出てんのよ。ずーっと歌ってるから。この、だから、そう、アルバムの裏かぶりとかそういうのないからさ。そういうのないから、ずっと歌ってますから。そうか、うん、ずっと歌ってんのかな。続いてラジオネーム、スライミーさんからです。田中、新しいアルバムの中に、ドラマって曲あるみたいだけど、これはお前のソロ曲違う。俺そんなにドラマに全振りしてないから。そうね。別にその、曲にさえドラマっていうタイトルをつけちゃうみたいなことじゃないの。そこまでじゃね、ちゃんと分けてるから。ドラマも、ラジオも、歌も全部分けてるから、別に。気づいちゃったか。お願いお願い。今ドラマ出てるからドラマって曲歌ってってやってないから、俺。サビの冒頭、単身花火。ダサくない？それは。はい、続いてラジオネーム、眠れない眠り姫さんからです。アルバム発売決定おめでとうございます。私が一番気になっている曲は君がいないです。これいいよね。これはドラマにいない田中さんのための曲ですか。とても楽しみです。お前舐めてんのか。君がいないってメンバーが見たドラマの感想じゃねえんだよ。ジュリーいないねっていう曲じゃないんだよ。あと別にドラマいるしね。俺なんでいない前提になってんだよ。本当だね。別にこのアルバムの曲はそういう曲じゃないし、ドラマもいるし、別に俺全部間違えてるから。続いてラジオネームピオリンさんからです。今野さん、宣伝隊長就任おめでとうございます。この任務が終わったら、次は田中さんの宣伝隊長もやってくれませんか。彼、テレビの世界で結構崖っぷちっぽいです。しげえ。頼む、売り込んでくれって。今野がいろんなテレビ局もあるんですよ。今野大変だよ。田中樹を使ってください。お願いしますって。結構テレビ出てるから、今、その撮影とかいろいろあってやってる、バラエティとか少なくになっちゃってるからね、うん、今時期的にお仕事の関係で。別に俺崖っぷちじゃないから。俺ドラマも出てるし、狼少年も出てるしね。バリューでもやってるし。浜田海さん面白いね。ほんといいあれ。お前、あれ、毎日見るのやめてくれ。毎日見てんだ俺今。別に俺崖っぷちじゃないから、ありがたいことにお仕事たくさんしてるから、心配しないでくれるから。まあ、ドラマ出てなかったけどね。出てんのよ。ドラマも大事な役ですから。ああ言われたから、監督とプロデューサーにも、結局片山が一番美味しいよねって言われてるから。ああ、そうなの？そうですよ。はい、続いてラジオネーム、隣人さんからです。今、公式 X 見てきました。うん、アバター、マジで爪切れで笑った。こいつ、本気だぞ。今度のこと、アバターって呼んでるやん、もう。そう、もうアバターでいいか。もうね。俺もめっちゃ、まあ、アバターが、その青年隊長やってくれると、うん。で、こういった画像をアバターが持ってくれるから、それを公式 X に載せます。はいはい、青さんにから説明を聞いて、オッケーオッケー、じゃあやってもらおう、つって。ね、上がったさ、写真見たらさ、めっちゃ爪ビカビカでさ。マジでいろんな細部にこだわり出してるからさ。もうだから、顔は映らないって分かったからこその多分爪だけは。せめて爪だけは綺麗でいたいっていうね。うん、っていうの出たんじゃないかな。意識の表れだったの。あいつは本気出してくれるんですよ。本気だね。うん。続いてラジオネーム、月島こまめさんからです。森本ってめっちゃ買い物するよね。でさ、ずっと気になってるんだけど、ミニ寸胴は使ってる？あ、使ってるよ、今日使った。あ、そう、ちゃんと使ってんだ。今日ポトフ作った。あ、いや、それはちゃんと生きてるわけだ。ミニ寸胴はね、めっちゃ使う。ミニだからかな。そう、ミニだから。
どんぐらいのサイズだっけ？ミニ。違う、サイズよ、大体の。え、こんぐらい。はい、ラジオか。説明しよう。どんぐらい入るんだろう、あれ。3リットルぐらいじゃない？満パンで。ちょっと大きめの鍋ぐらい。そうだね。うん、の感じか。うん。でもそれだったら確かに使わない。作り置きっていうかさ。あ、そう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 。次の日も食べたりできるから。でもね、満パンまで使ったことはね、鶏ガラスープ、出した時ぐらいしか使ってない。あ、でも一応そういうのでちゃんと生きてはいるの。うん、ポトフの時とかも半分ぐらいしか入れてないし、ね。それ鍋使えばよくない、ね、そう、鍋使えばいいんだけど、なんか見た目、ね。まあ、せっかくだし、あるし、うん、みたいなことかな。うん。うん、え、七輪はなんか、ま、あなたはだいぶ前さ、はい、空気清浄機でをさ、四方八方に、なんかさ、空気清浄機に囲まれて換気扇の下で七輪でハマグリ焼いてたよね、うん、あれどうしたん？七輪ね、今休憩中だって。どうした？使ってんの？いや、もう使ってない。で、どこにあんの？今閉まってる。今だから七輪とフライヤーは並んでるね。物置かなんかに。そう、物置じゃない、収納だよ。だ、あいつら邪魔なんだ今。あいつらがないとさ、あそこにさ、いろいろ入れれんのにさ、収納がね。そう、小さくないからそれなりに幅取る。そう、幅取るんだあいつら。あつさん、あなたちなみにさ、うん、家どうなってんの今、オフィスかは。あ、綺麗になりました。あ、まとめれた？まとめれました。仕上げ。すごいでしょ。何その喋り。どう綺麗にまとめたの最終的に。最終的に、まあ、実家に送るという手法がありまして。慎太郎がね、自分の部屋をオフィス化したいということで、うん。なんだっけ、海外オフィスって調べた、ね。そう、海外オフィスね。その時に出てきたやつをそのまんま家具ネット買いしたら、そう。規格外のデカさって、そうそうそう。家がギチギチになると。そう、だからね、今、うちがこう、すごかったわけじゃない。うん。だからこう、間引いたんだよ。うんうん、間引いて、うちで使えそうなものは残して。なるほど、なるほど。結構大きめなやつは実家に置くと、今実家爆発してる。うん。やばいよ、今。実家がね。実家がやばい、今。実家だってそんなでかくないだろう。てか、もともと家具あるだろうから。そう、ママ怒ってる、マジで。やばい。実家が爆発してる。ストーンズのオールナイトニッポン、サタデースペシャル。ストーンズのオールナイトニッポン、サタデースペシャル。ソンヌのオールナイトニッポンサタデースペシャル、そろそろお別れのお時間です、はい。番組ではメール送ってくれたリスナーから抽選で6名の方に大好きリチャードさんデザインの番組特製ステッカーをプレゼントします。ステッカーくださいだけのメールにあげることはないので、そういうメールをお控えください。そしてまあ改めましてね、4枚目アルバムザ・バイブス1月10日発売ですので、皆さんぜひよろしくお願いします。お願いします。あと感性の法則インドームもね、発売中でございますから、はい、ぜひ皆さん両方ね、楽しんでいただければ、はい、と思います。ぜひよろしくお願いいたします。お願いいたします。じゃあメールなんていくようにしますか。ラジオネームミッドナイトに大乱闘さんからです。私はまだほとんど読まれたことのないハガキ職人です。いつかメールがたくさん読まれて、フォロワーが増え、テレビに出て歌って踊ることを夢見てます。誰が何と言うと、田中さんは私の希望であり同志です。一緒に頑張りましょう。なんでお前と同じ立ち位置やねん。だから、俺、お前みたいにメールがたくさん読まれてフォロワー増えてテレビ出てる人じゃないんだよ、別に。じゃない、俺、花から芸能人なの。だからさ、コペピンポンパンとかヒルバレーの時計台みたいな感じでしょ、俺を。でも違うのよ。いや本当にジュリー夢当てたって、インスタのフォロー今200万人ぐらい超えてるわけでしょ。あ、まあそうなの。そうだから、そこまでいけるわけだから。違う違う、だハガキ職人でここまでは無理じゃないかな。いやいや、いけると思うよ。ええ、だあとそのあんまり俺を舐めないでもらっていい？なんで俺お前らと同志であり一緒に頑張る存在だと思ってんの。もう違うから、俺の通り、俺と同じとこに来るのはもうそもそもスタートが違いますから、ハガキ職人っていうのは。じゃあメールいきまーす。ラジオネームずんだもちっこ、はい。深夜ラジオのハガキ職人から芸能界入りという田中さんの野望、めちゃくちゃバイブス感じますね。違う違う違う、全然違いますよ。そうなんですよ。最後にめちゃくちゃバイブス感じますねって4枚目アルバムにかけてまとめ上げるのやめてもらって。嬉しいね。違う、嬉しくないから。いろんな宣伝隊長がいる。違う違う、バイブス入れてくれた、なんかまとめようとしてるけど、俺全然嬉しくないから、ね。いやでも届いてるってことだから。違う違う、俺深夜ラジオのハガキ職人じゃないんだって、そもそも。あ、そうか。違うのよ、俺。13歳からアイドルやってんのよ、俺。すごいね。そうなのよ。違うのよ、そもそもね。そうですか。次のメールいきますか。続いては、ラジオネーム F12 さんからです。でかい家具で部屋がぎゅうぎゅうになってキャンプ道具揃えまくって余らせてる森本。キャパシティの概念なさすぎです。中華のバイキングでピラフ食べすぎて吐いた中3の息子と一緒です。
ピラノクイズ。ああ、そうなの。もったいないね。中華のバイキングでピラフ吐くのはもったいないね。毎日ダメだね。続いてラジオネーム一人ぼっちのダイダラぼっちさんからです。流行ってないからキャンプ始めた。この調子なら来年ぐらいにサウナとか言い出すな。時間の問題だと思う。下手したら年末ぐらいには言ってると思いますよ。寒くなってきたのでね、サウナ行ってるんだ。じゃあ一個ビビる情報教えておきます、うん、サウナでよく整えるために使ってる椅子うちにあります。もう徐々に揃えてるじゃん。ということで一部の放送局を除いてこの後1時からオードリーのオールナイトニッポンが放送されます。ここまでのお相手はストーンズ田中樹と次のパーソナリティクイズ楽しみだね。